はい、今回は奪われる職種ではなく新たな職業についてご説明しようと思います。仕事が奪われるチャット GPT 時代の新たな職種、今回第12回になります。カスタム AI ソリューション開発者についてご説明します。はい、こんにちは、こんばんは、カーゴンです。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルでは私、生成 AI ちゃんエヴァンジェリストのカーゴンが、生成 AI などの情報を伝えたり、生成 AI を活用して自身のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するために有益な情報をお届けしますということで、今回がですね第12回になります。カスタム AI ソリューション開発者、これで最終になります。最後の回もですね、井口先生の方にちょっとご説明していただこうかなというふうに思います。今回の内容もですね、こちらの方、はい、AI、リテラシーエデュケーター、井口先生の方にご説明していただきながら、ちょっとお話の方をしていこうかなというふうに思います。はい、それでは、お呼びしようかなというふうに思います。井口さん、はい、皆さんこんばんは。こんばんは、こんにちは。こんばんは、おはようございま す。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日はまあ生成 AI 時代の12個の新しい仕事の最後12個目ということで、はい、12個目ということで、とうとうここまで来てしまったかという。井口先生もとうとうメガネ外して、あ、そうですね、今日はちょっと気合い入れてコンタクトにして。何色気づいてるんですか最後だけ見る人いるかもしれないな。最後まで、はい、最後だけね、はい、見る人いるかもしれない。そう、これも、はい、もちろん成長、成長を感じてほしいですけど、もう成長を感じてます。もうトークももうめちゃめちゃ上手になってますね。本当ですか、はい、よかったです。はい、じゃあ僕いなくても全然喋ってたからね。ああ、昨日はいなかったですけどね、うん、まあそうなんですよ、うん、昨日はまさみさんがすごい詳しいとこだったんで助かりました。ありがとうございます。そうラッキーだったんです、はい、で今日はこれは最後の今日はですね、はい、カスタム AI ソリューション開発者っていうことで、また長いですね。まあ長いですね、これも AI ソリューションソリューション開発者、そうですね、まあカスタムってついてるんで、まあ何か普通とはちょっと違うような特化させたものっていうことですね。でソリューションは何か解決するっていうことだと思うんですけども、はいはいはい、まあちょっと見ていきましょうか。はい、はい、でこの動画では、フォーブスの、生成 AI 時代の新しい12の仕事という記事から、職業を紹介していくものになっています。で今回が最終の12回になってまして、はい、はい、で、まあ、カスタム AI ソリューション開発者とは何かっていうことなんですけども、まあ、皆さんご存知の通り、あのもうチャット GPT はまあアプリ開いて何か打つだけで、なんか今日晩ご飯何食べようかなとか、なんか、今日こんなしんどいことがあったんだとか、なんか、もう何言ってもまあ基本的に答えてくれるんですね。なのでまあもうあのもうこの時点で十分使えるものにはなってるんですけども、ただやっぱり、はいはい、あの特定の事業とか特定の分野、あの、まあ、ニッチな業界とかですね、そういったところのことっていうのはまだやっぱりわからないので、あの、はいはい、とかあとまあどこかには強いけどどこかには弱いみたいな、あの、まあ、そういった特性とかも あるので、やっぱり仕事で使おうと思ったら、はい、あのそれなりにそこの部分を強化させるようなあの作業が必要になってくるんですけども、まあ、そういった特定の業界とか、はいはい、あの課題に合わせてカスタマイズされた AI ソリューションを開発する専門家というふうな位置づけになっています。はい、おー、なるほど。今まではまあゼロからあの何かこういうソリューションを生み出すときに AI 作ってたりしたんですけども、まあ、これがあの既存のチャット GPT とかああいうモデルをベースにして、はい、あのまあ、追加であの内部モデルを作成するというようなことをするときに、まあ、この人たちが出てくるっていうようなものかなと思います。はい、はい、ただ、まあ、ちょっと最初にネガティブなことをお話しすることになるんですけど、まあ、導入するには結構課題がいっぱいあるんですね。で、まあ、私の方でいろいろ調べたんですけど、まあ、これ12の仕事で出てきたことばっかりでした。あ、さすがに今まで11個やったおかげでこれら全部なんかすんなりあの理解できたっていうのはあるんですけど、まあ、まずはデータのプライバシーとかセキュリティですよね。
まあ、インジェクションの問題とかいっぱいあったと思うんですけど、まあ、そもそも企業で一番多いのこれだと思います。まあ、チャット GPT を導入したいけど結局セキュリティで問題があるから、まあ、入れられないよねみたいな、うん、そういったことは結構これ解決する専門家いるんですよね。そうですね、これはちゃんとそのそういったセキュリティの専門家っていうところと一緒にやっていくと解決できる問題かなというふうに思います。はいはい、なんか12種類のうちのなんか一つの職業としてこれやる人いらっしゃった？いらっしゃいましたね。セキュリティスペシャリストという人でした。ああ、なるほど。そう、はい、すごい、そうですね、すごい僕ちゃんと覚えてますよ。よかったね。AI セキュリティスペシャリスト、さすが先生は違うわ、はい、そうだから結局これらの問題はもう最後ね、はいはい、あの12個のどれかに、ああそれはセキュリティスペシャリストに頼んだらいいよっていうことになるんで。なるほど、はい、なるほど。だからこれを12個見た人は、あ、これはもう大した問題じゃないなっていうふうになると思います。はい、まあ言っても難しいんですけどね。であとはまあ倫理的な、こととか、あと社会的なまあそうですね、世論というか世論とかそういったところの課題っていうのもあると思います。まあ何か変なことを答えちゃって、あそこ のサービス変なこと答えるかちょっと良くないよねっていうことになったりすると思うんですけど、これコンプライアンスなんとかいうやつですか？これそうですね、コンプライアンスマネージャーですね。コンプライアンスマネージャーと、あと AI 倫理学者、倫理学者ですね。あとね、もう一人なんか いましたっけ、まさに答え見ましょうか。答え見ましょう。そうです、コンテンツレビュアー、そうコンテンツレビュアーですよ。あ、なんか3人ぐらいいたもんね、この辺り。そうなんですよ、倫理界は ね、うん、だから3人もいるんで、うん、もうここも大丈夫だと。うん、なるほど、なるほど。はい、であとは、規制と標準の不確実性っていうことなんですけど、まあ、これも結構倫理に近いかな。大きい枠組み考えるっていうことで、倫理学者とかがそれ方針決めたりとか、大きい方針決めたりとかっていうのがあるので、まあ、ただここもどんどん AI の方が進化していって、そういう法整備とかそういうのが追いついていないっていうのがやっぱり不安な要因になってくるというところで、ここも注目の分野だったと思います。はい、で、この4つ目、ROI っていうのはリターンオンインベストメントっていうことで、まあ結局投資してそれだけ儲かるのっていうところですよね。ビジネスとして成り立つのかっていう、うん、ただこれはまあ今までの12個の仕事であんまりこういうビジネス的なところはなかったかもしれないんですけど、まあでもちょっと後ほども触れますけど、かなり生成 AI を使う、チャット GPT とかをうまく使うことで、その開発費がかなり抑えられるんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、経営者ここが一番、ここしか見てないけど、ね。そうですよね。ここしか見てないですよね。これが全てですよね。ね、役員会議とかも、これしか言わへんからね。ああ。結局お金投資して回収できるんかって思いますよね。そや、いつ回収できんねんっていうことしかね、言わんからね。そうか。確かに、まあ、それは経営者の厳しいところですけど、まあ、こういったものが課題になったりとか、あとまあインテグレーションと互換性っていうのは、これはその他のシステムとつなげたりとか、何かこうシステム同士の連携のところですね、まあ、そういったところが不安なのかなっていうのは、ただまあこれも今いろんな API とかそういうのいっぱい出てるので、まあ、これもあんまり気にしなくていいんじゃないかなっていうふうには思ってます。なるほどね。そうですね。で、まあちょっと残念なニュースなんですけど、まあ、こういった生成 AI を導入しようと思って香川の、三豊市かなが、生成 AI を使ったゴミ出し案内サービスの、導入を東京大学と一緒にチャレンジしたんですけども、ちょっと断念したと。あ、ご存知ですか？この話題は俺取り上げたからね。ああそっか、ちょっとそれは知らなかったんですけど、これでも僕記事読んでたんですけど 94% までは成功してたけど、この三豊市が 99% じゃないと使わないって言って、94だったから使わないってなっちゃったっていうことで、
まあまあでも、まあ、気持ちはわかるなっていうのの反面もったいないなっていうのも僕はどっちも思っちゃいましたね。確かにこれなんか間違ったやつで答えてずっとその人がいやチャット GPT が言ったからずっとこう思ってたよっていうのが広まっちゃったりするとそれはそれで問題ですもんね。ただ本当ね俺もこの動画でも言ってんけど、ごめんねなんか申し訳ない、はい、本当何でもあのその当時なかった話題もちょっとかなあの重ねて言うと、うん、その当時、94% 成功してると、でそれで断念っていうことやねんけど、知ってる？あのアメリカの自動運転で AI で動くタクシーがあんねんけど、ね、なんかあるみたいですね、うん、で街中でど真ん中でなんか止まってもうて交通渋滞起こしてとか、うん、人跳ねちゃって、事故してとかいう、うん、ほんまに 94% 以下やで、うん、なのにも自動運転知ってんねんあれが街中で動いてるっていうのがすごいですね。まあ、ちょっとね、まあ、あの差がちょっと広すぎるけど、でもやっぱ技術革新には問題点があるわけやし、アメリカと日本との大きな違いっていうのはアメリカはやって実験をしてでブラッシュアップしていくっていう考え方が大きいから、だからまあこういった最新のものを扱う時にはやっぱり先進してるかなっていうのは思うけどね。ただでも、まあ、香川 の94%やからね、まあ、そうですね、94% 答えたら人が死ぬわけちゃうしなこれ確かに、うん、まあ、なんか分からないってなってあれですね、市役所の人につないでくれるとかになったらそういう回避版もあるとは思うんですけどね、なかなか。でもまあこの機種はかなり最新のことをトライしたっていうのはすごいなって思いました。まあ、あの一説ではね、ゲーム禁止した地やからねこれ。あ、そうなんですか。うん、だから結構いわくつきなやつ。へえ。知ってる？なんか全国の条例で、はい、あの子供ゲーム禁止したみたいな。知らなかったです。あ、そうなんだ。特殊やね香川県。結構尖った市なんですねじゃあ。そうやね。まあ、まあ、はい、まあ、いろんなチャレンジがあるんです、ね、はい、まあまあ、そういった ソリューションこういった導入とかで、まあ、いろんなハードルもあるというようなことですね。ただまあとはいうものの、あの皆さん DX ってご存知ですかね。デラックス。デラックス、そう、マツコデラックスとか僕もね最初出てきた時これデラックス、みんなで会社のみんなでデラックスじゃんみたいないじってたんですけど、あのそんないじることもできないぐらいもう DX っていう言葉がもうねいろんなとこで言われてますけど、はい、これデジタルトランスフォーメーションって言って、まあ、あのデジタルとかの世界、あの力を使ってもう業界に変革を起こすというような、各業界にデジタルを導入することで、あのただの IT 化ではなくて、まあ、そこによって利益が新しく生み出されたり新しいビジネスチャンスが作られたりとか、あの、まあ、そういったことを指す言葉になるんですけど、もうこれの主役はもう完全に生成 AI になるだろうなっていうふうに思います。ただまあなかなか小さい企業とか、そういうところでは生成 AI で DX というところまだ追いつけてなかったりもするっていうのは実情かなっていうふうに思います、はい。で、まあ、AI が最初に流行って、まあ、今みたいなチャット GPT みたいな AI がなかった時に、まあ、結構いろんな多分 AI ベンチャーっていうのが、まあ、できたということがあって、ただですね、まあ、玉石混合 の、まあ、ベンチャーとかそういった AI っていうのが、まあ、仕事を頼む側は何て言ったらいいんですかね、見えにくいんですよね。AI できるよって言ってるけど本当にできるのとかっていうのがなかなか見えなくて、で高い金額とかを請求されて、まあ、とかっていうふうに、こうなかなかみんながこうイメージつくものがなくて、こう見積もりとかも不透明でみたいな、まあ、そこでうまくいかなかったっていう、 AI を外注してうまくいかなかったっていう例がいっぱいあったと思うんですけども、ただまあこのチャット GPT で一つ、そのもう 誰でも簡単に成果が見えるっていう、しかも高性能っていうものが出てきたので、もう間違いなくこの生成 AI が DX の主役になると。で、まあ、もう今特にカスタムする必要なくても、まあ、性能見れますし、
で、しかも安いですよね、基本的に。あの一からその AI の外注、あのこう開発会社とかに頼むと、あの何百万何千万の世界になるんですけど、もうチャット GPT をベースにやるともう全然すごい、もっと安い金額で抑えられるということで、もう導入のハードルがどんどん下がってるっていうことがあると思います。はい。で、まあ、やっぱりリスクとか倫理の課題っていうのはあるんですけど、あの、まあ、これらの問題をカバーして、だからまあ、さっきあのセキュリティの知識とかを十分つけた上で安全に使えるような、あのそういったことを考えられる人材っていうのがいれば、あのもうどんどん生成 AI が、DX に浸透していくんだろうなっていうふうに思います。はい、はい。でまあ、ちょっと簡単に、あの朝日鉄工っていう、まあ、あの名古屋の会社が、愛知かな、愛知の会社さんがあるらしいんですけど、ここはその、まあ、製造業でよく改善っていう言葉が出てきて、あの、まあ、各工場とかでもっと効率的にこうやったら、あの生産効率上げられたなとか、あの、まあ、そういったあの知見みたいなのが溜まっていったものを、こうなんかワードとかエクセルとかそういうのに、あのどんどん溜めていくっていう活動があったりするんですけど、あのそのデータを全部チャット GPT に上げて、で、各工場で今からこういう作業をするけど、こう過去の人が何かあのノウハウ貯めてないかなっていうのを調べると、あのチャット GPT が答えてくれるっていうようなシステムを、まあ、いち早くこの朝日鉄工さんは導入してるということで、これすごいですよね。すごいですね。もういち早くあのそういった改善っていう、まあ、日本昔からこの改善カタカナで改善って書くのはあったと思うんですけど、これをチャット GPT を使ってこう知識をみんなで共有するっていうようなこと。だから今まで多分こう Excel とかワードで貯めてもなかなかみんな見ないですよね。でそれをこうみんながいつでもあの聞くだけで必要な情報だけ取ってこれるっていうような状況にしているので、あの、まあ、これは他の、あの製造業とかでも、まあ、製造業じゃなくてもこういったあの組織にノウハウが溜まっていっても、まあ、それが可視化できないとかっていうのは問題があると思うので、まあ、この朝日鉄工さんの例っていうのはこういろんなところでお手本になるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、なるほど。うん、ということで、まあ、AI ソリューション開発者だったんですけども、そうですね、長いこといろいろあったんですけど、まあ、この AI ソリューション開発者は最後の、まあ、総合力みたいなところで、まあ、何かこの AI を導入して価値を生み出そうと思ったら、まあ、そのエンジニアリング的なところはもちろん、あのこういったコンプライアンスとか、あの倫理のところ、まあ、あとセキュリティとかですね、まあ、こういったもの全部総合力で組み合わせてやっと一つのソリューションができるということで、まあ、今までの12個の仕事全部をこううまく統括してリーダーシップ取って、推進していくような立場なのかなというふうに思います。はい。というわけで、AI ソリューション開発のお話は以上になりますが、ちょっと今までの総括も含めてお話ししたいですね。はい、はい、ぜひ ぜひ、はい、ぜひお聞かせ願いたい。いや、まあ、僕もあのあれですね、あのインストラクターと言いながらこのエンジニアの部分しか分かってなくて、あの、ね、この製造工程のところだけずっと見てたんですけど、まあ、デザインとか、まあ、あの入出力マネージャーとか、ただこの後ろが結構メインになってて、まあ、そもそもセキュリティはどうなのかとか、あのこのコンプライアンスっていうのがこの開発工程と同じぐらい大きいキーワード、もう3つの職業出てくるぐらい注目されていくところなんだなっていうのが分かって、まあ、勉強になりました。うん、はい、はい、なるほど。はい、なので、まあ、これからもあのでまあこう川本さんとかまさみんさんとかも話してたんですけど、もうこの1ヶ月の間にどんどんあの新しい技術も出てきていて、例えばあの空とか、まああいうの使って、うん、全然違う仕事もできるんだろうなっていうことで、12個にはとどまらないだろうなっていうのは思いますので、なんかその追加されていくやつもどんどん追っていきたいなっていうふうに思いました。なるほど。僕あの空とかは、ね、うん、空とかはもうあの映画脚本が1本書けたら、それ入れたら映画
勝手に作ってくれるみたいな世界が来るだろうなと思って、まあ、漫画とかもそうだと思うんですけど、ストーリーを考えたらもうあと表現するのは、まあ、ちょっと今のそのままだとダメだけど、あの何年後かには本当に脚本かけたらもう物は出来上がるみたいな世界が来るんじゃないかなって思ってるので、まあ、そういったクリエイティブなところもどんどん変わっていくなっていうふうに思います。要チェックかなと思います。なんかよくよく動画とか記事とか見ると、その奪われる職種ばっかりあるじゃないですか。はい、はい、でも今からこんな職があるんだよっていうところの発信ってすごく大事だと思ってて、でやっぱり産業革命の時には奪われた職の人もたくさんいたと思うんですけど、ここから新しい仕事っていうのも、例えば機械のメンテナンスする人、機械を開発する人、それを操作する人、いろんな方がちょっと職業として新たに出てきたわけなんですよね。はい、でやっぱり AI、まあ、時代っていうふうに言われてるこの世の中でも、やっぱり AI を中心にしてそういったような職業が生まれてくることは僕は必然だと思うので、やっぱりこれご覧にいただいてるね、見ていただいてる方もなんか自分の立場が脅かされるんじゃないかな、じゃなくて、なんかいかに AI を使って自分の立ち位置からステップアップしていくのかなって考えてもらえたら一番嬉しいですよね。はい、で僕は思います。そうです、ネガティブに取らずにね、消えた仕事もあれば生まれる仕事も絶対あるので、それをこう探しながら自分ができることをやっていけたらなって思いますね。だってイグちゃんがさっき言ってたやん、その脚本を書く人がおって、で映像を作る人がおると、でもこれからもしかしたらその映像を作るっていうところをプロンプトエンジニアリングで作っていくっていうふうに考えると、かなり複雑なことを書かないとあれぐらいのグレードの映像って作れていけないと思うから、そうですね、そういう、多分空のインストラクター、プロンプトエンジニアみたいな、っていうのも生まれる可能性もありますしね。今でも多分生成 AI の画像を出力する人のやっぱり差っていうのもちょっと出てきてるところもあると思ってるから、やっぱりプロンプトの質によって出来上がるものが、ね、変わってきますよね、で僕は思うんですけど、まさみどう思いますか？ですね、私はちょっと見方が違うと思うんですけども、はい、さっき の井口さんの映画が一本できるお話ありましたよね。はい、その映画監督が今回の AI ソリューション開発者だったら、どういうふうにこの映画っていうのが回るのかなって想像しながら聞いてたんですけども、多分出来上がったものに対して、まあ、倫理学者が本当にその映像いいのかなとか、あるいはそれをローカルに落として制作するとしたら、メンテナンスエンジニアだったりセキュリティスペシャリスト必要になると思うんですね。でそういうふうに一本の映画を AI で作るとしたらどうなるかなっていうことを想像しながら、この12個の職業を見てたらまた捉え方や見方が変わるんじゃないかなと思いながら私は見てました。このパーソナリティデザイナーって丸々聞いてきますよね。こうキャラ、ね、出てくる登場人物のキャラクター考えたりとかっていうのもあると思うし、確かに、ね、何かこう新しいことを思いついた時にこの図を思い出して、ああチャット GPT とか生成 AI でやるんだったらこの人はこういうことやるんだろうなって考えると、また一つ深みがあるのかなっておっしゃる通り思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで12個終わりましたけども、はい、はい、これで終わりなんですね。そうですね、寂しいのでまたちょくちょく登場させてもらえたらなと思います。はい、もう次の企画ちゃんと考えてるんでどうなってしまうんでしょうか。次はもうちょっとライトなやつでいくんで。あ、ライトな、あ、はい、なるほど、もうちょっと世俗的なやつですかね、はい
知らないけど。そうですね。ちょっと一般的に、はい、なるほど、あの難しい感じのことじゃないやつやろうと思うんで。そうですね。みんなに触ってもらえるっていうのが一番いいので、はい、あのちょっとそっちをやろうと思います。はい、何があるか分かりませんが、はい、今後ともよろしくお願いします。はい。はい。じゃあすいません、井口先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。はい、本日はここまでっていう形で、井口先生、12個どうもありがとうございました。ですね、これ私立化している内容でもあるので、一応最低リストの方は作っております。もしよかったら概要欄の方に貼っておきますので、12種類の、職業気になられる方いらっしゃいましたらそちらの方をご覧ください。はい、ですね、カーゴの方ですね、2024年度生成 AI で道を切り開くということで365日365人の名刺交換挑戦中であります。もし名刺交換していただける方いらっしゃったらぜひご連絡ください。あと質問や疑問とかですね、相談ある方はコメントください。公式 LINE の方でもご連絡いただきましたらご相談乗っております。あと無料の勉強会なんかもやっておりますので LINE 登録していただきまして勉強会に興味ありとご連絡ください。その方に勉強会のご案内をお送りさせていただいております。お待ちしております。こんなおっさん連中ばっかりです。はい、このチャンネルではですね、朝の7時から AI ニュースの方をお届けしております。他にもですね、チャット GPT の内容とかプロンプトエンジニアリングの内容とか、ジェネレーティブ AI の内容なんかやっております。あと、ビジネスの悩みなんかも、ご相談乗ってたりとかしまして、こんな動画作ってほしいっていうコメントをいただきましたら、それで作っておりますので、もしよかったらそんなコメントもください。で、あと、AI ニュースパートナーなんかも募集しております。ご興味ある方いらっしゃったらご連絡ください。ポッドキャストなんかもやっておりますので、そちらの方でも AI ニュースの方は聞けますんで、もしよかったらそちらの方もお聞きください。はい、こんな感じでですね、ビジネスを応援するような動画を365日毎日投稿し、去年しまして今年も継続中でございます。もしよかったらまた見てください。ありがとうございました。